それでは本日取りまとめました2件の答申を高市大臣にお渡しすることといたします。総務大臣高市早苗の答申書、平成25年10月1日付諮問第20号路面運営に関する情報通信政策の在り方および平成26年2月3日付諮問第21号、2020年代に向けた情報通信政策の在り方、世界最高レベルの情報通信基盤のさらなる普及発展に向けてにつきましては、審議の結果欠点の通り答申いたします。本当にありがとうございます。皆様ありがとうございました。それではただいまの答申に対しまして高市大臣からご発言いただけることですのでよろしくお願いいたします。皆様には、日頃より情報通信行政に格段のご理解を、賜り厚く御礼を申し上げます。ただいま答申をいただきました路面運営に関する情報通信政策の在り方および2020年代に向けた情報通信政策の在り方につきましては、西田会長、そして須藤情報通信政策部会長、山内 2020ICT 基盤政策特別部会長はじめ委員の皆様におかれまして、濃密なご審議を経て本日取りまとめていただきましたこと大変ありがたく存じます。ドメイン名に関する情報通信政策の在り方につきましては、我が国の社会経済インフラとなっているインターネットの利用を行う上での基盤でございますドメイン名について、その信頼性透明性の担保の在り方を情報通信政策部会およびドメイン名政策委員会において大変真摯にご議論をいただいたものと認識しております。今後総務省におきましては、委員の皆様にご提案いただいた内容を踏まえまして、ドメイン名の規律の在り方の検討を進め、迅速に結論を得たいと考えております。2020年代に向けた情報通信政策の在り方につきましては、我が国が誇る ICT 基盤のさらなる発展に向けた制度見直しについてのご提言であり、極めて重要なものと考えております。ご提言にあたっては、 2020ICT 基盤政策特別部会および基本政策委員会を計21回集中的に開催していただきました。その皆様の熱意にしっかりとお答えするべく、政策として着実に推進し、2020年代にふさわしい ICT 基盤の実現に邁進していく所存でございます。また早々で恐縮ではございますが、我が国の ICT 分野におけるイノベーションの実現等を目指し、平成28年度からの次期科学技術基本計画 NICT の次期中長期目標の策定に資するとともに、国や NICT などによる研究開発の着実な推進を図るために、今後5年間の新たな情報通信技術戦略の在り方について諮問をさせていただくことといたしております。我が国が超高齢化社会を迎えまして、国際的な経済競争が厳しくなる中で、新たな技術シーズンにより市場と雇用を創出していくということが不可欠でございまして、本件につきましてもこれまでと同様精力的なご議論を賜りますようよろしくお願い申し上げます。結びに、皆様方におきましては、引き続き情報通信行政の一層のご協力とご指導をよろしくお願い申し上げ、またご健康とますますのご活躍をお祈り申し上げまして、感謝の気持ちを込めてのご挨拶といたします。誠にありがとうございました。ありがとうございました。